毎週月曜日のこの時間はもっとヘルスケア健康福祉情報をあなたにお届けしております。4月第4週の今日は B 型肝炎、C 型肝炎、ウイルス性肝炎の最新情報をお届けしていきます。スタジオご出演は医療法人社団水色の木漏れ日肝臓クリニック札幌から川西照明さんです。川西先生こんにちは。こんにちは。今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そして お隣にはもう一方お越しいただいております。肝がん検診団事務局、そして肝臓クリニック札幌事務長の品川幸典さんです。品川さんお久しぶりです。はい、ご無沙汰しています。よろしくお願いいたします。はい、品川さん最近はいかがお過ごしですか？春らしいことしてますか？春らしいこと何もしてないですよ、はい、なんか自転車出したとかないんですか？いや、それがですね、はい、もう全くね、はい、最近本当外出なくなっちゃって、ずっと建物の中ですか？建物の中です。いいことあったでしょ。はい、いいことあったでしょ。いいことあったんですよ。何があったんですか？いいこと教えてくださいよ。ですね、車がですね新しい車になりました。お、新しい車になった。はい、いやー、はい、車の中で過ごすことが多いです好きすぎて、新しい車が良すぎて。いや、いいですね、テンション上がりますね。いいですね。最近なんですか、車変えたられたの？そうですね、去年の末ぐらいですかね。じゃあまだまだピカピカで。いや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 、そうなんですよ。はい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 会社の車ですよ。ああそうかそうか、会社の車ね。はいはい、いや、会社の車だろうとね、乗る車が新しいのは嬉しいですよね。新しい車いいですね。いいですよね。わかりますわかります。はいはいはい。ということで、新しい車買われたんですね。そうなんですね。はい。もう事務長セレクトで。セレクトで。はいはいはい。これつけて、あれつけて。もうとにかくもう、患者さんの送迎用の車なんでね。はい。できるだけ、居住空間よくしなきゃいけない。快適な方がいいですよね。こっちの方がいいと思います。ああ、そっかって。財布がだんだんあれ予算かみたいなね。いや、はいはい、予算は今まだ、はいはい、まだ行けます。行きました、はいはい、それは多分品川さんが予算を知ってるから、そこのギリギリを攻めてるんじゃないんですか？違う違うんですか？全くわからないままこれ、はいはい、これがあったらいいなっていう要望を伝えたらそうです。はい、見事叶ったということですね。偶然いっぱい要望を言ったら、はいはい、偶然にも偶然にもね、うまいこといきましたね。本当に世の中うまくできてると思いまして、はいはい、いや、ね、事務長も頑張ってくれてますからね。そうですね、はいはい、気持ちよくね、患者さんの送迎してもらうためにはやっぱり、ね、はい、必要なサイトステップもついてますから、はいはい、患者さんの乗り降りが楽になりました。いいですね。そうです。今まではついてなかったんですよね、はいはいはい、ついてる仕様のがなくて、で、今度のが新しくついたのでね、やっぱりそれに変えるかってやってて、はい、やっぱり、ね、やっぱ新しい車っていうのは便利なんですね。便利ですね、はいはい、僕あれですよ、川西先生なんか新しいもの買ったって私聞いてますよ。なんかカメラを買われた。あ、レンズの話ですね。レンズの話そうですね、はい、天体望遠鏡の望遠鏡を買いましたね、はいはい、私もね、まあ、医者なんでね、はい、カメラとかって趣味にしたら、どうせ高いレンズを買うんでしょって言われてたので、はいはい、なんとか中古で済ませようと思って頑張ってたんですけどね、はあ、やっぱりこのレンズで作ると、はいはい、どこを撮っても丸い写真が撮れるんだなという、星がだんだんこう端っこを変形するんですよね、はいはいはい、カメラレンズって安いとね、はいはい、それが望遠鏡だとね、ちゃんと点になるようにできてるんですよね、はい、それをやっと分かるようになって、うんうん、しょうがないと。なんかデザインも可愛らしいのでしたね。あ、そうですね、レッドキャットって赤猫ってよく言われてるやつですけどね、そういうのもなかなか明濃くて、はいはい、いいかなと。まあ、うちの放射線技師のね、はい、千葉っていうのがいまして、うんうんうん、その人がすごい星撮るの上手でね、まあ、私が撮った写真見せてもはいはいって感じ、なかなか指導されることはないんですけど、はいはいはい、それに近づきたいなと思いながら、うんうんうん、試行錯誤しながら、ね、はいはい、まあ、あちらの場合はちょっと予算何百万単位ですけども、まあ、頑張ってね、貯金して買ってる方なので、はいはい、それはそれで頑張ってもらいたいなと、はい、私はちょっと30万するかしないか、あと20万か20万台のレンズ買うのにもちょっとすごいドキドキしながら買ってますけどね、はい、新潟にいる医者がいるんですけど、はい、そっちもカメラやってて、うんうん、はいはい、やっとこちらの世界に来ました、ね、はいはいはい、喜ばれてますけど、いや、これ以上量もとか思いながら、それは結構沼なんじゃないですか、一歩ね踏み込んじゃうとね、みんなが言ってる沼はこういうことなんだと思いながら、はいはいはい、だって次またこういう風に撮れるのが欲しくなっちゃうじゃないですか。なんかそうみたいです ね、うん、危険だなとか思って、はい、ということで
ぜひぜひ。すいません、ありがとうございます。まあまあ、いいんじゃない、楽しんだらいいんじゃないかなと思っておりますよ。ありがとうございます。だってブログに掲載するね、天体写真も ね、いいものになっていくわけですからね。そうですね、そうなってないとまずいなと思いながらね。はいはいはい、ということで、今後も私、ブログ楽しみに見ておりますので。頑張ります、ね。はい。チェックさせていただいておりますので、よろしくお願いいたします。はい、さて、この1ヶ月は、いかがお過ごしだったでしょうか。はい、肝がん検診はですね、入本帯広の肝がん検診が先日ありまして、はい、77人と76人ということで150人以上がですね受験してくれて、うんうんうん、まあ幸い肝がんの方はいなかったんですけども、はい、脂肪肝がやっぱり改善してきてる人が何人か分かってきまして、やっぱり毎年来て食事療法ね、年に1回しかない話だけども、それでもやっぱり聞いて頑張ってくれる人がいるので、また指導しながらね改善してくれる人が出てくれればなっていうのが実感したところですね。あと医療行為ではですね、4月の14日に血液データの見方ということで、うちの田村副院長の方にですね、はい、検査技師の立場から話してもらって、で、22日の金曜日にはですね、野菜ソムリエの、笠田さんという方に来てもらって、はい、食事と健康のつながりっていう話でですね、まあ、添加物の話から、あとは油をどう取ったのか、どんな油がいいかだとか、はい、あといろんなこうその野菜で農薬を使うっていうことの意味だとか、うんうんうん、そんないろんなことを話してくれてすごく面白かったんでね、それもまた引き続き講演頼みたいなと思ってます、はい、であと肝炎ウイルス検査関係ではですね、3月30日の時に、月様の方に行ってきまして、はい、そこでは16人ぐらい参加してくれました。であと滝川が4月18日、帯広の肝がん検診の翌日ですね行ってきまして、そこでまた肝炎ウイルス検査無料相談か、そっちの方をやってきて、今に至っているという感じです。はい、はい、野菜ソムリエの笠田さんの話で何か一番印象に残ってるキーワードとかありましたか。ですね、添加物の見方がですね、うんうん、裏側を見ると斜めから後ろが添加物っていうのが意外と知られてないのかなっていうのと、あと油をどんな油がいいかっていうことで、やっぱりサラダ油だとか安い油になってくると、はい、熱処理だとか化学薬品で処理して油を取ってるので、うんうんうん、どうしてもこう体に悪い成分が出てくるっていうのをね言ってたので、やっぱちょっと油高いけどもいい油を取った方がいいんだなっていうことがね、はいはい、分かりやすかったと思いますね。なるほど、油も選んだ方がいいってことですね。そうですね、はい、使いますもんね、だって日々の食事 で、 そうですね、なんだかんだでね、はい、使うことになるので、うんうんうん、天ぷらになるとやっぱりどうしようも安い油でないとちょっと差があるかもしれないんですけど、はいはい、炒めるだとかそういった油であれば ねちょっと背伸びしてでもいい油取った方がいいんだなっていう、はいはい、あとサラダにかけるとか ね、 ねありますもん ね、 とかね、はいはい、そっか、油気にしたことなかったです、うん、その笠田さんが勧めてたのはね、菜種、あ、菜種だったっけの、ね、うんうん、の要するに生絞りっていうか一番絞りして、はいはいはい、熱かけないで本当に絞った一番目の油っていうのを勧めていってね、すごいやっぱりいい油だって言ってましたね。スーパーとか言ってるんですかね。スーパーとかではねちゃんとは売ってないらしいです。やっぱ取り寄せたりするってことですかね、うん、だからその笠田さんは恵比寿のお店なんですけど、そこも自然食品とかってやってるところでは売られてるみたいなので、はいはいはい、はい、そうか、今度ちょっと油を、そうですね、この油はどうかなって見てみたいな表示をね、うん、はいはい、どういう圧搾がされてるものなのかとかね、ということで、そんな、講演がね、医療講演がいつも水色の木漏れ日研修センターでは行われております。ニセコ、あ、じゃあ襟元帯広は、車で行かれたんですか。そうですね、はい、車で、車3台で行った形になりますけども、はい、お天気はどうだったんですか。天気は、ね、すごい良くて、襟も終わった後も晴れてて、うんうんうん、昼も結構晴れてくれてたんで、はい、来る方は大変来やすかったと思います、うんうんうん、はい、この黄金道路のお、はい、とこのいい空ですね、いい空といい海ですね、ですね、黄金道路撮る時にしっかり晴れてたのは本当に久しぶりな感じで、はい、波はすごかったですけど、ね、風が強い地区なので、はい、波しびくには本当に道路に来るようなそんな場所ですね、はい、あとこの皆さんでの集合写真もね、ちゃんと今距離を取りながら微妙な距離を取りながら集合写真撮られてるの、ね、もうちょっと寄ってってもなかなかそばに寄ってこないんですよね、はいはい、ということで、そんな、はい、帯広えりもでございました。肝がん検診は全道で、やっております、はい、ということで、次はあなたのところに行くかもしれません。ぜひお近くに行った際にはね、この機会に肝がん検診受けてみていただきたいと思います。
といったところで、お話伺ってこの1ヶ月はそんなところですかね。はい、はい、ということで、では今日もここで1曲歌っていただきましょう、はい、そう、川西先生はね、歌えるドクターなんでございますよということで、スタジオにいつもですねギターを持ち込んできていただいております、はい、今日はあの目を閉じる時っていう曲を歌わせてもらいます、はい、まあ、あの自分の病気がねどうなっていくのかなってこう不安な中でね、あの良くなってほしいっていう思いをこう持ちながら頑張っている人たちに向けた歌なので聴いてみてください。目を閉じるとき心の中で何を思いますか？目を閉じたとき心の中で何を感じますか？あなたの幸せを思い、あなたの優しさを感じる。私はあなたと共に歩いていきたい。目を閉じるとき心の中に何を見つけますか？目を閉じたとき心の中で何を探しますか？あなたは希望を見つけ、あなたは夢を探す。私はあなたと共に歩いて行きたい。目を閉じるとき心の中に何を願いますか？目を閉じたとき心の中で何を叫びますか？夢を叶ってと願い、奇跡が起これと叫ぶ。私はあなたと共に歩いて行きたい。歩いて行きたい。ありがとうございました、はい、ありがとうございます。では今日もオリジナル楽曲ですよね。そうですね、これはね、はい、はい、生放送でお届けいたしました、はい、さてここでお知らせです。集団予防接種の際に注射器の使い回しが原因で40万人以上の方が肝炎ウイルスに感染していると言われています。注射器の使い回しによる感染被害は昭和63年まで認められています。肝炎ウイルスに感染しているかどうかは簡単な血液検査でわかります。保健所や医療機関などで原則無料で肝炎ウイルス検査をしています。検査は採血だけなので短時間で済みます。詳しくは最寄りの保健所、お住まいの市町村にお問い合わせください。また集団予防接種などにより B 型肝炎ウイルスに感染された方には国から給付金が支給されます。詳しい資料請求はこちらまでご連絡ください。全国 B 型肝炎訴訟北海道原告団弁護団、電話番号は 011-231-1941 番、 011-231-1941 番までお願いします。以上お知らせでした。さて品川さん、はい、はい、何を振られるんだろうと今思ってらっしゃるでしょ。だいぶ頭の中で考えてます、ね、はいはいはい、肝臓クリニック札幌の場所、目印など教えていただいてもいいですか？目印、はいはい、そうですか。いや、安心なところありがとうございます。はい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 、ですね、一番わかりやすい目印で考えると、私立病院さん、札幌、はいはい、市立札幌病院さんの真向かいになりまして、うん、そこの交差点のビルなんですよね、はい、で、総園メディカルプラザって正面に書いてる、うん、のビルの3階にありまして、はい、ちょうどやっぱり大きい病院さんの近隣なので調剤薬局さんたくさんあるところなんですよね。1階にアイン薬局さんという調剤薬局さんが入っているビルの3階になります、
でもしわからない場合ですと、はい、最近結構お問い合わせいただくんですけれども、うんうん、私外まで迎えに行ってます。おお、なるほど、はい、今行きますからっていうかね。そうです、はいはい、僕は緑の作業上下着てるので、はいはい、外に出たら多分一発で分かるんですよね、はい、なので緑の上下を着た中年が外出ますのでっていうお話をして、はい、で僕を目印にしていただく方も中にはいらっしゃいます。なるほどなるほど。肝臓クリニック札幌には全どこら辺か、遠くはどこから患者さんいらっしゃってるんですか？はい、遠い方だと関東から。関東からいらっしゃってる方がいますね。毎月とかですか？いや、毎月半年に1回とか。そうですね、半年に、ね、1回2回、ね、年1回とか、はい、はい、そうなんですね。はい、結構やっぱり北海道で言えばもう道内、本当に北稚内から本当に釧路、根室、函館、はい、というところからも来ていただいてますし、もちろん札幌の地域の方とかね、はい、近い方とかもいらっしゃってますけれども、やっぱりいろんな、その何て言うんでしょう、うちの院長が結構いろんなところでのやっぱり啓蒙活動、積極的な先生なので、はい、そういったところでお話聞いてだとか、あとやっぱりこれはね、僕もから言うのもあれなんですけどね、ブログを見てっていう、ね、はいはいはい、お問い合わせをいただくんですよ、はい、ブログ、はい、ホームページじゃなくてクリニックの先生のブログなんですよ。おー、そうですか。先生のブログを見て、はい、卵の話だったりだとか、ニコタマ療法ね、はい、してるので、はい、そういったのをちょっと詳しく聞きたいなっていうお問い合わせいただいて、いらっしゃる方もいるんですよ、ね、はいはい。なんか紹介とかなくてもいいんですか？連絡していきたいんですけどって電話したら。そうです、電話いただきましたら、うん、大体僕電話出てますので、はいはい、僕の方でご予約取らせていただいてます、うんうんうん、もちろん紹介状っていうのがもしかかりつけの病院さんであればですね、はい、それに越したことはないんですけれども、うんうん、やはりもらわないで、はい、直接まず話聞いてみたいっていう方が多いもんですから、うんうん、特にそこは強制的には強くは言ってないので、はいはいはい、もし来れるのであれば本当にお電話一本いただいて、うん、ただ申し訳ないんですけどご予約だけいただきたいんですよね。そうですよね、はい、はい、いらっしゃるお日にちとか調整しながら、あと検査の内容とかもですね、はい、その方の病態だとか状態とかに合わせてですね、うんうん、検査組ませていただきますので、はい、そこで一本お電話いただければと思います、はい。いや、肝臓心配なのよっていう方でも、はい、なかなか病院に行くっていうところまで行動を起こせない方ってたくさんいらっしゃると思うんですよ、そういう時にね、まずお電話してみて、はい、品川さんと喋ってね、はい、優しく受け止めてもらって、それがね一歩続いていくっていうのはいいなと思って。そうですね、こちら電話番号、お問い合わせ何番に電話したらいいですか？はい、011-708-8080 番ですね。何時から何時までお電話つながりますでしょうか？はい、朝はですね8時35分ぐらいからも電話を受けておりまして、はい、夕方4時半まではずっと電話を受けておりますので、はい、ただ行動日とかでね外に出てたりだとか、はい、あと土日祝日をお休みいただいておりますので、はい、平日の時間内で、そうですね、お電話いただければと思います、はいはい、ぜひ気軽にお電話いただきたいと思います。事務長の品川さんが優しく出てくださいます、はい、ということで、はい、肝がん検診団の事務局も務めてらっしゃいますが、はい、肝がん検診団の事務方で大変なことって何ですか？肝がん検診はですね、はい、そうですね、肝がん検診は大野事務局長が担当してて、はいはいはい、で品川事務長はですね、はい、肝臓友の会の春二会の事務局長、春二会の事務局長、そうそうそう、じゃあ春二会の方聞こうかな。患者さんたちの、はいはい、こういろんな話を聞いて、うんうん、それをこう、うん、はいはい、ね、そうですねはい、いや本当もう春二会っていうお話しすると本当にやっぱり昔からずっと見て受診で来ていただいている患者さん結構やっぱ多いんですよね、はい、なんで自民党の若い頃も知ってるし、はいはいはい、僕もやっぱり昔からなので、うんうん、僕今45なんです今年で、はい、45なんですけど、はい、僕は20歳から知ってる人が多いんですよね、はいはい、だからどれだけ例えば肩書きついて、うん、例えば事務局長だってなったとしてもはい、はい、やっぱり患者さんからしてみればね、あの時の小僧っていう扱いなんですね。まあまあ、最初の印象がね、ありますからね。はい、そうそうそう。いや、でもそうやってやっぱり皆さんに育ててもらって、うんうんうん、こうやってね、いろんなこともできるようになりましたし、はい、本当に感謝ですよね。春二例会は、どんなこう活動している会だというふうにご案内すればよろしいですかね。はい、春二例会はですね、はい、まあ、同じようなご病気持ってる方もいますし、うんうん、はい、いや、そうじゃない方ももちろんいらっしゃいますけれども、うんうん、
皆さんでその本音で病気のことを語ることができたりだとか、はい、あと定期的にうちのそのハロニル会の方で解放誌っていうものを会員さんに発送してるんですよね、うんうんはい、でその内容っていうのがやはりその肝臓に関するものであったり、うんうん、今お話しあったその訴訟とかね、はい、そういった関係のことであったり、あとはもうたわいもない普通のなんていうんですかね、まあお話といいますか、うんうんうん、まあ職員からのね何かテーマを設けたお話だったりとか、はい、僕もたまに年に1回ぐらい書くか書かないかぐらいでちょこっと書いてるんですけど、はい、とそういった内容だとかをですね年ですね4回ですね、うんうん、春夏秋冬で発送して、はい、あとその春に入会っていうのが例えば夏であれば1回日帰りで旅行行ったりだとか、うんうん、あとは秋口だったら寒風会という形で、はい、今やっぱりそのコロナの影響でね少し動きは止まっている部分があるんですけれども、はいはい、また落ち着いたら再開したいなと思って、そういった患者さんたちだとかそういった病気で困っている人たちと、うんうん、あとはその病院の職員だったり、はい、先生もそうなんですけど、診察室とか病院の中で話せないことっていうのがやっぱりそういった会とかねで話するというのもいろんな本音が出てくるので、はいはい、やっぱりそういったところでお話患者さんともきちんとね真摯にお話できるかなと思ってるんですよね、はい、なんで春にれ会って名前なんですか？あれ 木の名前ですよ ね、 春にれの木、はい、春にれっていう木がどっちかっていうとこう肝臓の形だとか、はい、あとこう寿命が長かったりだとか、うんうんうん、やっぱり健康で長生きできるっていうそんなイメージ持ってるってことから、うんうんはい、最初にその春にれ会っていう名前がね付けられたみたいですね、はい、なんか北海道民には結構馴染みのある木ですよ ね、 春にれね、うん、春にれ会だけで調べるとねいろんな会がありますからね、ということでそんな春にれ会の話も伺いました、はい、さて、川西先生、はい、今後の予定を伺っていきたいと思います、はい、これからの予定はですね、4月の29日に、函館での医療公演と、はい、30日に八雲で医療公演があります。で5月6日は北見プラザでやりますし、5月の20日には定年、はい、今27日まで決まりまして27日は豊平でやる予定になってます。うん、でこの前言ってた野菜ソムリエのね、はい、笠田さんの話がですね5月の12日に、実施できることになりましたので、うんはい、そういったところもですねぜひやってもらえたら参加してもらえたらなと思ってます、うんうんうん、あと肝がん検診はですね5月の14日に滝川で実施します、はい、で6月は11日と12日縁がある北見で行いますので、それが予約の開始がもうちょっとしたら始まるかなという状態です、はい、ということで医療公演、はい、いろいろやってますね、いろんなところでやってますね、はい、ぜひぜひ皆さんこちら足運んでみていただきたいと思います。医療公演はお申し込みいらないんですよね。そうですね、基本申し込み不要で無料で、はい、あとは療養相談とかも一緒にやったりすることもありますのでね、うんうんうん、心配なことがあればそういった時を利用してもらえるといいかなと思います、はい、肝がん検診団滝川で、5月14日ホテル三浦花園さんでいいですかね、はいで行います。時間は午前10時から午後2時までです。肝がん検診団内容ですが、問診と採血、腹部エコー、肝臓専門医による療養相談を受けることができます、こちら費用は6000円となっております、受診希望の方は肝がん検診団に4月28日までお申し込みいただければと思います。ありがとうございます。先着順で、定員になり次第締め切りさせていただきます。肝がん検診団電話番号は011-728-1008 番、011-728-1008 番です。滝川近郊お住まいの方、ぜひこの機会に肝がん検診受けてみていただきたいと思います。出張肝がん検診を行っております。さて、最近は医療公演の中では何を喋ってらっしゃるんですか？最近伝えてることは何ですか？今はニコタマ療法の卵の話をですね、はい、中心にしていて、まあ、大体こうだんだんとこういろんな食材とかが更新されていくので、うんうんはい、毎回同じっていうことでもないんですけども、ちょっとずつ変わっていて、でここコロナの話とかもね結構してたので、まあ、そういった意味ではコロナに勝つためのね元気な肝臓を作るための手段の一つだよっていうことで、うんうんうんはい、まあいろんな話を織り交ぜて、野菜スープだったり、アーシングっていうね静電気の話だったりとか、うんうんはい、そんな話も織り交ぜてね、一回聞きに来てくれると何かかんかこう自分がやって元気になりそうなことを、はいうんうんうん、知ってもらえればなっていうような、そんな感じの内容なので、本当に1時間かかんない話ですからね、はい、できたらぜひ来てほしいなと思います。
そうだってこれチラシに書いてあるのが結構幅広いですよ。脂肪肝や高血圧や糖尿病などの生活習慣病対策にはもちろん、ボケ防止、がんの予防、新型コロナウイルス対策にもなることがいっぱいですと、はい、いうことでお話しされてるということでございますので、はい、ぜひぜひ、あれですよね、水色の木漏れ日研修センターでも行ってるんですよね。あ、そうですね、水色の木漏れ日研修センターでは、はい、さっき言った野菜ソムリエの人の話だとか、はいはい、いろんなあの話をするようにしています、うんうん、あの札幌から出ていく場所については、ね、はいはい、そのニコタマ療法脂肪肝対策をね一番広げたいと思ってやってます、はい、こちら、行きたいなと思った方どうしたらいいんですか。ですね、あの私のブログ肝臓病とともに生きる人たちを応援しますというブログのね、はい、医療講演の企画コーナーを見てもらえると、はい、日時が書いてありますのでぜひ参考にしてみてください。はい、川西輝明スペース開けてブログで検索してみてください、はい、すぐ出てまいります。先生が撮った写真もね掲載されておりますので、はい、あ、これがラジオで出てたなんか望遠鏡で撮ったやつかっていうね皆さん見ていただきたいなと思います。はい、品川さんは最近はなんかこれにハマってるとかないんですか、お仕事以外で。お仕事以外で、はい、そうですね、お、腕時計が出てまいりました。それはアップルウォッチですか。そうなんです、はい、そうなんです。めちゃめちゃ嬉しそうな顔するじゃないですか毎日ニヤニヤして、はいはい、何測ってるんですかアップルウォッチ。ですね、これすごいんですよ。僕もあの実際触ってみて分かったんですけど、はいはい、心電図、うん、心電図が測れたりとか、はい、僕なんとなくそのまあ一応アップルとか好きで、うんうん、マックだとかね、はいはい、よく iPhone だとか使ってはいるんですけど、どうもいまいちアップルウォッチっていうのにピンとこなかったんですよ、うんうん、なんですけどいざ使ってみると、はい、あの酸素飽和度っていったら、はい、サチュレーションってやつですよね、はいはい、が測れたりだとか、あと心電図測れたりだとか、うん、ものすごい機能ついてるんですよね、はいはい、もうなんか無駄になんか撮ってますもんね。はい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 。朝起きてとりあえず心電図絶対いらないんですよ、ね。はいはい、僕そういったね。はいはいはい、機能あると使いたくなりますよね。そうなんですよ。はい、であのそのサーチュレーション測ったりとかね、うんうんうん、こうやってお話しして喋ったとか、はいはい、どんなになってんのかなとかね。はい、ほら検診とかに来てグラフしてたら、はいはいはい、その時計をピッてはめてもらって調べてもらうとかなんですよ。そっか、うん。ちょっとこれはめてってやれるわけですもんね。そうですよね。素晴らしい。不正薬とかあった人とかはい、はい、すごいのかもしれない、はい、ということで今日もお時間となってまいりましたよ。最後に言いたいことないですか、一言ずつメッセージいただきましょうか。はい、あの肝炎ウイルス検査をぜひね、はい、皆さんに受けてほしくって、ね、はい、一生懸命回ってますのでね、ぜひあのご利用ください。はい、じゃあ品川さんからも一言お願いします。ラジオお聞きの方に向けて。はい、そうですね、でも、もう本当にこういった形でねお話僕もたまにこうやって来させていただいてますけど、はい、あの肝臓のことに関してとか肝炎訴訟とかってなかなかやっぱりその相談する窓口っていうのが、うんうん、やっぱりそうない、多くはないと思うんですよね、うんうん、なのであの僕もその部分に関してはあの長くやっぱり携わってた部分もありますので、はい、本当に些細なことでもいいのでね、例えば絶対病院にかかんなきゃいけないから電話しなきゃなんないとか、うんうん、じゃなくてもちょっと相談だけでも、ね、はいはい、ちょっと軽くあの軽い気持ちで電話してみようかなっていう感じでも全然構いませんので、うんうん、はいはい、もう何かあったらあの品川さんいますって電話一本言ってくれれば、はい、私はもう満面の意味でお電話させて相談を受けさせていただきますので、はい、言ってくださいっていうような感じでしょうかね。はい、ぜひ気軽にご相談してみていただきたいと思います。あの一人で悩んでるだったらぜひ相談してみていただきたいなと僕は思います。はい、ということで今日も、お届けしてまいりました。この時間は医療法人社団水色の木漏れ日肝臓クリニック札幌から川西輝明さん、そして今日は品川幸則さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。